けおめ、あけおめ、こんにちは。あけおめです。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとリップ薄い、塗ろう。こんばんは、こんばんは。あけおめ、わあ、あけおめ、イエイイエイ。風とみつさん、あけおめありがとうございます。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。すごいギフト可愛いね。かまちゃんありがとう。ね、ねてるさんありがとうございます。とっしーありがとう。髪の毛茶色く見える？本当に？なんかいつもそう、前髪ちょっと伸びててさ。まあすごい。ありがとうございます。あけましておめでとうございます。パチ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 。ゆずきちさんありがとう。タワーありがとうございます。七福神ありがとうございます。嬉しい。今年もね、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。パチパチありがとう。2023年ですね。前髪長くても可愛い。なんか前髪結構ちょっとパッツンめにしたい。わ、あけおめ、わー、ありがとう。すごい。チロさんありがとう。ありがとうございます。大吉、いつも自分で、そう、いつも自分で切ってる。そう、自分で切らないと。なんか自分で他人に切ってもらうのはちょっとあれかもしれない。ちょっと抵抗あるかもしれない。前髪は。ケンケンさんありがとうございます。来ましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。わお、あ、中吉、あ、これ毎回変わるんだ。トマトさんありがとう。面白いね。わ、ハッピーニューイヤー。 DM マンさんありがとう。あ、昨日さ、みんな見ました？昨日は12時ぴったりにツイートしたんですよ。りんたんさん、みっちょさんありがとうございます。神さんもありがとうございます。ありがとう。みたん、新年早々幸せをありがとう。そう、よかった。なんか12時にできて、12時ぴったりです。かわいい。そう、なんか意外とあんまりなんかみんなしてなかったね、12時ぴったりなの。やっほーやっほー。保存させていただきました。嬉しい。そう、保存嬉しいね。明けおめ、明けおめ、お疲れ様です。
わお。あ、チキチ。マロさんありがとうございます。面白いギフト。あ、フリューゲルスさん、ありがとうございました。くまちゃんタワーありがとう。嬉しい。ハッピー、いや、神様ありがとう。すごい嬉しいですよ、本当に。お、大吉。次は、今日うさぎとしたね、うさぎ。あ、わあ、ありがとうございます。ゆずきちゃん中吉でしたね。ね、いろんな、アントニオさんありがとうございます。おせち食べた、みんなおせち食べた、みんなどんな感じで過ごしてました。うさぎうさぎうさぎちゃん、まさっちハートありがとう。ほぼ寝てました。それな、あゆみもちょっと今日はだらけちゃった。だらだら過ごした。このだらだらが最高。ミラツグさん、ひとりごとさんありがとう。最高だよね、だらけるの。さ、スーツの福袋買いに行きました。わあ、いいね。どうでしたか。いいですね、みんな。だらだらと。昼間からお酒。わ、リュウさんありがとうございます。ありがとう、タワー。これはくまちゃん、すごいかわいい、キラキラしてる。ありがとう、本当に。今年もよろしくお願いします。ことよろです。わお、まさち、わー、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、本当に助かります。ありがとう。これからもね、よろしくお願いします。チラチラ、嬉しい、感謝感謝。縁起の良いルーム、あゆみん、ことよろです、ことよろです、ことよろです、よろしくお願いします。お、大吉ありがとう、キヨピさんありがとうございます。今年もよろしくです、今年もよろしくです。マシでと、大吉おめでね、大吉めちゃめちゃ多め。
大晦日も元旦もあゆみちゃん見れるとか最高すぎる。そうこうやってね配信できて本当によかった。嬉しいです。みんなね来てくれてありがとう。あけおめ、あこれ結構大吉が出るね。大吉の確率高いね。そんな風にできてるのかな。神社の出荷のセブンが、結構みんな神社行ったりしました。送ったこっちがキティですね。キティなんかあ明日行く、いいね。なんか神社行こうとしてたんだけどだらけちゃって今日もね2時に起きちゃった。テヨさん星様ありがとう。だらけちゃうね。だらだらと最高なんだけどそれが、ティンマさんありがとう。中吉明けましておめでとうございます。私も2時に起きました。わ、お揃い、お揃いですね。イエイ、お揃い。ワクさんありがとうございます。初見です、はじめまして。イコノエさんがテレビ出てたの見てネタ見ました、見ました。カウントダウン TV、 こういう時じゃないとダラダラできないからいいんですよ。そうだね、こういう時にねゆっくりと休ませようね体を。だるま投げました。お年玉欲しいです。欲しい、お年玉欲しいです。ゆっくりできて何より。そうだね、でももうすぐレッスンとか始まるからいろいろ確認しとかないとな。今日は離れてない。今日ねどうだろう昨日と同じぐらいかな。明け止めライン、明け止めライン一番、誰だろうでもなんかニアジョイのメンバーのライングループがあってそこでみんな言ってた。明けましておめでとうございます。でもアリスとかも個別でしてくれた。お友達とかもいろいろ。来年の簡単 TV、 そうだね出たいですね。ニアジョイも
みんないろいろ食べてお腹パンパンって感じ。こんばんは。みんな今日はどんな感じで今日みんな何時に起きた？寝てないって人もいるよね。11時ぐらい、10時ぐらいね。ぐっすり寝ました。もうぐっすりめちゃめちゃ寝ました。今7時、8時。いいね、今年はデビュー期待してます。デビューいいね、したいね。デビューしたいな。今日になって大掃除、わお。9時、10時半、2時。はい、そうだね、一緒だからね。2時、4時に寝て8時に起きて、あー、初詣。いい、起きたら外真っ暗な時間です。真っ暗。25時ぐらいに寝て7時ぐらいに起きた。いつもと変わらん。2023年になっちゃったね。みんなの目標は、2023年の目標とかみんなある？ライさんありがとう、あーちゃんありがとう、ハート。明けましておめでとう、明けましておめでとうございます。あーちゃんハートたくさんありがとう。ライブいっぱい見る、いいね。ライブ無理のないよ、高津。そうだね、無理のない、楽しく過ごせればいい。楽しく、目標はあゆみに会える時間を作る。まあめっちゃ嬉しい、たくさん会おうね。約束。あいみんたくさん会いに行くのが目標。ありがとう、ありがとう、たくさん会いたい。やっぱりお話し会とか、お話し会とか、あとはライブとか。元気さんありがとうございます、ハート。 Thank you。ライブ行きたい、みやちゃんにチケットいっぱい当てたい、あみにたくさん見つけてもらう、見つける。特別公演でリアライミンが見れるのが本当に楽しみす、楽しみす。特別公演、ルル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 ル。あけおめ、あけおめ。あけおめことよろ、ことよろ。ツイッターでね、すごいみんなもあけおめツイートにたくさんねコメントしてくれてありがとうございます。
2月12日のフェス当たりますように、当たりますように。あれってまあまだまだちょっとまあ先だけど、1ヶ月ぐらい先だけど、楽しみ。台湾楽しいですよね。1月15日そうだね、追加公演もすごいすぐにやってくる。もうすぐだね。確かにもうすぐだ。ハッピーニューイヤー。そうだね、今年2023年初のライブは特別公演だよね。台湾にやり工場のためにも行けるだけ行きたい、行けるだけ行きたいね。そうだね。台湾ってさ、あれさ、なんかたくさん他にもさアイドルさんがさライブをしてるじゃん。全部見たりしてるのみんな。特別会楽しみすぎて、楽しみすぎる。昼よりあるからね、体力大丈夫かな。ビアンテのものしか見ない派かな。ああ、なるほどね。私は最初から見てる。そうなんだ。最初からずっと入れ替わるんじゃないっけ。台湾助かります。台湾はイコラブさんの時に嫌な経験があって嫌な。ミヤさんありがとう。中吉、いっぱい食べて体力つけような。太るよね、でもいっぱい食べるとね。ニアジー再戦で見るならかなり早めに前に行かないと。そうなんだね。早いもん勝ちみたいな感じなの。全部見てる。すごいね、全部見てる人すごいな。違うアイドルさんを見ると新しい発見がある。まことさんありがとう。明けおめ。指定席あるライブはたくさん行ってる。楽しそう。スタンディング系苦手。あー苦手、苦手か。特典会もあるしね。太らないでよしえみね。ちょっとびっくりするよね、みかすごいブクブク太ってさ、ちょっとドスンドスンってね、ステージで踊ってたら嫌だよね。いろんなグループがいるし、ファンもそれぞれですよね。そうですね、それぞれですね。明けましておめでとうございます。明けおめ。スタンディング足に響く。まこちさんありがとう。MC 中に少し座ればスタンディングね、ずっと立ってるのね、みんなもきついよね。
タコさんありがとう。他のアイドルさんと話したことはないかも。結構なんか楽屋待機、出番の時になんかたまにアイドルさんがいて会うことあるけど、キーちゃん元気だね。キーちゃんちょっと暴れてるね。何の音？インコちゃんが暴れてます今。メンバーが歌って踊ってるのに座ってると申し訳ないなと思ってしまう時もある。全然気にしなくていいよ。全然全然。めちゃめちゃさ、ライブで乗ってる人いるよね。なんかこう、激しく踊ってる人とかいる。めちゃめちゃ楽しそうにこうリズムに乗ってる人とかいる。面白い。まことさんありがとうございます。キラキラ。昨日何時まで起きてた？昨日は、昨日なんかショールームした後ちょっとこううとうとなってて、そうでも、あ、もう夜中だと思ってツイッター投稿したくて、そうだね、ツイッター投稿した後ちょっとね寝ましたね。人それぞれあって面白いね。面白いね。なんかたまに全然なんかアイドル見ずにさ音だけ聞きに来たみたいな人いる。全然見てない人とかいる。でもなんかすごい音楽を聞きに来たみたいな、なんかこう見ずにこうリズムに乗ってる人とかいる。キーちゃんと初遊びしてキーちゃん遊びましたよ。キーちゃん今日はね、あゆみがメイクしていたらずっとなんか覗いてた。こうやって覗いてましたね。髪そう不思議そうに見てた。そう、そんなやつおらんやろ。おるって本当におるんだって。かっこいいね。とキーちゃんじーっと、キーちゃんもメイクに興味あるんかな。あるのかも。キーちゃんも女の子だからそういうことがしたいのかもしれない。そう、キーちゃん面白いよね。ヘアアイロンしててもね、ずっとねキーちゃん見てくる。ずーっと見てくる。あ、おりちゃんありがとう。ありがとうだわ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。2023年もよろしくお願いします。わー嬉しい。キーちゃんめっちゃ可愛いよ。
なんか幼くなった。なんかね、今日前髪かな。キイちゃんね、言葉発するように、そうだね、喋るようにならんかなと思うけど、まあでも喋んなくても十分可愛い。てかなんかインコってね、メスであんま喋る子いない。いたら本当にねレアです。なかなかない。前髪伸びたらちょっと切りたいね。パッツンにしたいな。おさお料理日本語うまいね。ほんとはっきりとね喋るよね。なんかインコちゃんみんなね、ほんと声似てるよね。りょうじさん、あけおめありがとう。今まだ10代なんだ。そうだね、まだ、まあ今10代。今日誕生日なんです。わあすごい、おめでとうございます。いいね、今日誕生日の人、おめでとうございます。普通の方が幼く見える。確かに前髪、前髪はそう分厚いのが好きで、最近ちょっと厚く増やしたかな。来年成人。そうだね、なんか新成人制度、あれ何なんだろうね。薄い方が好き。なんか薄い、マジで似合わないんだけどびっくりするぐらい。18歳から成人。18歳から。高いワインとか好きそう。高いワインいつか飲めるかな。成人が18でも、そうだね、二十歳の方が成人かな。お酒とか、そう、それな、ちょっとややこしい18で、あの成人とかね。18歳、そうだね、お酒飲めない。お酒って美味しいですか。前髪薄いのやってみてほしい。なんかバリバリさ、なんかゴリゴリにメイクしたら薄くてもいけそう。やっぱメイクとかあれによるかな。ライブ後にオタクと飲むビールが最高。ちょっと打ち上げみたいな感じ。酔うだけ酔うだけ。お酒強そう強そうに見える。やっぱ弱いよりはでもお酒強い方がいいよね。前髪は厚めだと
幼いの。なんか大人っぽいお顔の方は薄いの似合うよね。飲まないとやってられない時期もあったそんなに。やっぱみんなしんどいことあるか、そんなに みんなのいろんなアミがお酒を飲んだ時のなんか想像してるね。人生しんどいことばかり人生しんどいことばかり人生。人生そうだね。みんなは何、どんなの、どんなことがしんどい。人それぞれしんどいなんかことって違くない？あゆみ、久々にすごい飲ませそう毎回笑った後、唇全部口の中に入れて、やだやだ何言ってんのおもろすぎる。みんなお仕事がきつい。人間関係、人間関係なんか相談会、それな、相談会みたいになってる。相談会、そうだね。仕事の人間関係みんなやっぱ人間関係でね。でもさ、よく YouTube とかにさ、なんか人間関係をその楽にするというか、辛くならないようにするなんか方法みたいな、よく動画いっぱいあるから、ああいうのを見るとだいぶいいかもしれない愛美、明けおめ、明けおめ。でもやっぱり、そうだね、なるべくやっぱこうしんどいなっていう時は一人の時間もすごい大事かも。人と一緒にずっといたいなっていう人もいるだろうし、人といるのがちょっとあんまり得意じゃないなって方もいると思うから、そういう方はね、あんまりちょっと一人の時間を大切に。アイミはどっちのタイプ？アイミは結構まあ、一人が好きだな自分のことをね、そう大切にしてくれる方を大切にしたらいいと思いますよ。アイミは一人でも大丈夫そうだね。結構なんかそんなに、なんかなんだろう、他人に依存するタイプではないかもしれない。そうだね。
一人焼肉とか余裕全然一人でご飯とか全然行きますよいいね。超孤独ライオン、そう超孤独ライオン聞いた時になんか自分とすごいなんか似てるというか共感するところがたくさんあっていいっすねってなったね聞いた時。かっこいい一人映画いける、全然いける、最高。映画とかさ別になんか人となんか話さないようなさ話さないっていいじゃん全然、むしろ一人とかの方がいいんじゃない。あでも友達と見るのも楽しいけどね、感想言ったりして。人に依存しなくて左右されない、尊敬する左右されてんのいつも大丈夫。一人夢の国無理かな、全然いけますよ一人夢の国最高。みんな結構かわいい、なんか一人でご飯行けないなんかかわいい夢の国って一人専用やつある、そうなの、知らなかった。メンバーでピザマン流行ってるの、そうなの。推しが好きと言った曲とかすぐ聴いちゃう、すぐ聴いちゃう。一人焼肉行ける人は基本何でも一人で大丈夫だと思う。自分もそう。いいじゃん。いいじゃんいいじゃん。髪を削ってる削ってる。人に依存しなくなる方法、なんだろう。みんななんだと思う。人に依存しなくなる方法。でも自分のなんか好きなこととか趣味とかを見つけて、それに何それを極める。自分のことは自分で決める、ああ自分のことは自分で決めるとかかな。今度一人ライブ行ってくる。どこのアーティストさんのライブ行くの。プライベートまで気遣いたくない、気遣いたくない。プライベートとお仕事のその境界線パキンとしちゃったら。あみちゃんウィンクして。人に期待しない、そうだねそうだね、期待しないのは大事かも。そうだね期待しない
めちゃめちゃ大事だと思う。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。期待しちゃダメよ、何にでもね。ダメです。てかなんか自分のさ、やらなきゃいけないこととかをやってたらさ、結構時間がなくなるというか、休みの日とかでもさ、なんか時間があっという間に過ぎない。例えばあゆみはね、あのダンスのなんか立ち位置確認とかしてたら、もう全然ね、もう本当に時間が本当にあっという間に過ぎるから、それで一日終わっちゃう。休みの日あっても悟ってるな全然しっかりしてません。ちゃんともっとねしっかりしなきゃ。人を信用しない人を信用しないそうね、まあと一緒に行くことだけど、自分の意見や考えしっかり持てるよう、持てるようになる。いいね。このアイジャイのライブって周りの人とすぐ話盛り上がる、盛り上がるいいね。元旦もあるし、書いて覚える派、書いて、とりあえず書いて立ち位置とか覚えて、動画をたくさん見て頭に叩き込む。頑張ろう。こんばんは、こんばんは。タラララルル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 。立ち位置間違えたら本当にもうね、メンバーとぶつかったりして、事故起きちゃう、もう怪我しちゃう。立ち位置大事だよね、細かい立ち位置。私も書いて覚える派、一緒だ。なんかさ、スマホとかのメモにメモるのも大事だけどさ、なんかやっぱちゃんとさ、こうカキカキしないと頭に入んない気する。間に合った、やっほー。今日は、今日もね、ショールーム予約してたんですけど、そう、20時って予約してたんだけど、ゲリラみたいな感じなんですけど、みんな来てくれてありがとうね。あ、おりちゃんありがとう、ありがとうございます。おりちゃん今日2本目、ありがとう、ありがとうございます。本当にもう本当にありがとう、助かります。本当にほんとにありがとうね。いつもいつも優しくしてくれてありがとう。年末に参加できなかったね、その分ありがとう。本当にね、またたくさんお話し会でお話ししましょう。
暗記するときに声にしながら書いてってやるから、あ、いいね、声に出してねやっていく感じね。そうしないと覚えないよね。なんかこうすごい集中できる、こうね、集中してやらなきゃ頭に入んないよね。え、生活喫煙いける。ゆずきちさんありがとう。昨日から寝てなかったら一周回って眠気どっか行った。一周回ってどっか行った。なんか寝なさすぎると逆にみたいな。マコポンありがとう。明けおめ、明けおめ。でもなかなか覚えられない、覚えられないね。え、暗記系きついね。お正月ハイすごそう。はい、みんなハイになってね、テンション上がっちゃって。こんばんは、こんばんは。アニメ暗記得、暗記得意じゃない。来ました、おめでとうございます、おめでとうございます。私もよろしくお願いします。暗記パンいいね。ドラえもんの暗記パン、あれいいよね。あいみたん明けおめです。さいたん明けおめ。今年もよろしくお願いします。明けおめですね、みんな。あいみちゃん正月たくさん食べちゃう派ですか。まあ食べます、結構食べちゃいますね。やっぱさ、いっぱい一回いっぱい食べちゃうとさ、胃袋大きくなってさ、もういくらでも入っちゃうよね。何でも食べれちゃうようになるよね。寝ないと脳の整理できないから食べて寝て、そうそう、寝ないとね。やっぱさ、人間は寝ないと変なこと言うようになっちゃうよ。ちゃんと寝ましょう。なんかこの斜めの角度しっくりきて好き。本当この角度いい感じ。ちゃんと寝ます。まあ忙しくて寝れないよって方もいると思うけどね。でもなんかさ、人間ってさ、なんか何時間だっけ、なんか何時間か寝なかったらさ、何日なんか結構寝ないと危ないらしいよね。最近寝すぎでやばい。逆に寝すぎて。7時間は寝たい、7時間は寝たい。もう13時間ぐらい寝たい、普通に。そしたらスッキリする。わー、まきみきさんありがとうございます。まきみさんありがとうございます。お餅かわいい、お餅ありがとうございます。わかりに
わーレレ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 寝すぎて逆にしんどくなったことないない全く。ロングスリーパーです。でも寝すぎると夢となんかその現実の区別分かんなくなる。どっちが本当なのか。あー、トッシュありがとう。チューキティ、寝すぎると頭痛くならん？ならない。なんか寝ない方が頭痛くなるかも。1日10時間寝てるいいね。10時間必要。あいみちゃん明けましておめでとう。7日のお話し会楽しみだわ。楽しみだ、来てくれるのね、待ってます。そっか、1日がさ、今年初めてのお話し会だね。楽しみ、嬉しいね。1日7時間寝たら、あ、逆に10時間寝れないタイプ。なるほどね。寝なくていい人は逆にね、あれなんだね、寝すぎるとしんどいんだね。羨ましい。7と8日楽しみ楽しみ。8日参加します、待ってます。新幹線とかで寝れる、新幹線とかで寝れる。こんなコメントで指ハート。スタートのさ、歌詞めっちゃ感動するよね。マキマキさんありがとう、ホッサムありがとうございます。新幹線とかで寝るとピクってなんだ。ピクって、なんか普通寝てる時になんかどっかからすごいこう落ちる夢見てピクってなる時ある。あれなんだろうね、ピクってなるのね、不思議な、なんか夢で。トマトさんありがとう、星さんもありがとうございます。ノイミーさんもニャジュイもデビュー時にスタートをカバーしてるのめっちゃいいよね。めっちゃいいよね。エモエモですかね。ある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 ですか。ニアジャイのショールーム審査もうすぐ1年だった。そうなんだ、ショールーム審査やってないから。あるある。ティムマさんありがとう。なんかさ、特別公演のさ、第1回目の特別公演のなんか特
別公演ありがとうございました。のなんか公式ニア中の公式ツイッターさんが載っけてた全体集合写真のなんかエミのね目がねなんかあの時怖かった。なんかこういう顔してた、なんか目が決まっててあのなんか面白かった。やっぱり緊張とかしてるとね表情もちょっとおかしくなるよね。ガンギマリアイミマジで決まってた。口もさもうなんかめっちゃ笑顔で、本番前に撮った写真だから多分緊張してるして、なんかもう逆にこう笑っちゃったみたいな。やばかったあの顔は。あの顔結構好きなんですよね本当に。なんかもう本当に面白い。なんかいつもね結構集合写真はね口を閉じてねこういう感じの表情してるんだけど、特別公演のやつはみたいな。お疲れ様です、お疲れ様です。いやモイカはねもうお目目が元から大きくて本当に可愛いので、あゆみちゃんが肌して笑ってるの好きです本当に。なんかさね、目ってどのくらい開けたらなんかいいのか分かんなくなるね、写真ってこうやっぱ結構さしっかり開けてちょうどよく写る時もあるじゃん、でしっかり開けすぎて怖くなるみたいな。神さんありがとうございます。お待ち、公演中の汗みんなやばいね。そうだね、今回は昼公演あるからね、汗あゆみも本当にやばいかもしれない。でも配信ないんだよね。あゆみでも汗かく、あゆみめっちゃ汗かく、じわっと。ね、配信ないんだよね。次に会えた時何を話そうかな。来ましておめでとうございます、おめでとうございます。配信儲かる。そうだね、いろんな方にそうだね見ていただけたらいいよね。いいね、ルル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 。本当に頑張ってください、頑張ります。やばい、特別公演結構立ち位置変わっててやばいな。
前回行けなかったけど今回当たったから楽しみ楽しみ。明けおめ、こんばんは。明けおめ、ことよろ。ただいま、おかえり。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。今日の夢は全部ここにある。うんうんおお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 おふり確認、そうふり確認してた。シロさんありがとう。チン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 。急すぎる。急に。唐突すぎてウケる。ウケる。ありがとう、マキマキさん、ありがとうございます。もうずっと売り確認してていい、本当に。ニアリーイコールシャインスタート。届いて部活中。うさぎこしないのみんな知ってます？うさぎうさぎこすか。こんばんは、こんばんは。ママありがとうございます。キラ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 の絵文字。
明けましておめでとう、明けましておめでとうございます。ちょっと待っててね、うさぎ。よいしょ。うさぎうさぎのさ耳がさ、これむずいね。てか見えない。うさぎだったらさ。見えないね。なんかうさぎじゃないみたいだね。でもさ、これ入んないよね。ぴょんぴょん。うさちゃん。これさ、付け方合ってるかな。あ、かわいい、ありがとう。見えないよね。垂れさせていいかな。垂れ耳、うさぎ。あ、お洋服も白いからマッチしてる。髪がボサボサ。ぴょん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 。あ、人参、人参もついね。これで大丈夫そう？これで。まひまひさん、タコありがとうございます。離れたらいいのかな。人参好き、人参そんなに好きじゃない。人参あげる。なんかそうそう、
こんな感じですかね。テーマさんありがとうございます。たくまさんハートありがとう。ステーキの横の人参食べる。イカが好きなウサギ。確かに今日の服が白いからね。垂れてる耳だけど、まあいっか。キヨピさんありがとうございます。感じ。わかんないで、自分が来たくせに。そんなことないよ。耳立てたらさ、見えないのよ。離れたらいいんかな。逆だけど気にしない。多分こっちの方がいいと思う。折り曲げた時にこのピンクが見えるし。甘えてほしい。そっか、うさぎちゃんは甘えん坊だっけ。なんかうさぎちゃんはなんか寂しがり屋な動物だよね。と折り曲げた方がさ入るから。寂しいと死んじゃう。あー、うさちゃん可愛いよね。うさぎちゃん いいね。あけましておめでとう。あけましておめでとう。あみも寂しがる。あいみんと同じじゃない。どこが。そうね、うさぎ年に感謝。皆さん今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ことよろ、ことよろ、今年もね、ことよろです。なんか今日は白だな。よろしくお願いします。おなじす、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーですね。
ホワイトスノーエンジェル。みんなありがとうね、そうやってね、すごいそうやって言ってくれて。こちらこそよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。イエーイ。ハバグニそう、ツイッターのハッピーニューイヤー、ハバグニューイヤー白ウサギ、そう白ウサギ、なんかウサギの歌ってあったっけ。多分勝ちでしょ。そう、逆わざとだよ。まずローモバやらないと。ローモバ楽しみですね。ローモバめっちゃ楽しいらしい、メンバーが言った。らしいでくさな。ローモバってどんな感じなんだろうか。お汁をあれさ、なんかよく燃やすみたいなのが言ってるよね。そう、燃やされました的な、ちょっと戦い系な感じ。アリスがレンの面白を燃やす弱肉食、すごい。ね、すごいね。そういう系のゲームは初めてだから、まあ挑戦楽しみです。バリア張らないで寝たら朝泣く。そうなんだね。なんかアバターとかもさ、なんかいろいろ自分で設定できるのかな、自分のアバター。あゆみん戦う系やらなさそう。戦う系やらないかも。なんかどういう系なんだろうね、あゆみがやってるのって。自分のこう何ストーリー系かも。あゆみがやってるのはストーリー系ゲーム。そうか、うさぎさんかわいいね。つむ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 ね、つむつむとかする。ハリウッドストーリーかとか、そうやってる。なんか全然何、みんながしてないのゲームをしてる。パズルゲームやって。そう、パズルゲームはねやってないな。みんなはどんなゲームしてるの？広告のすぐ飽きるゲーム好き、わかる。なんか広告に出てきて、なんかさ、なんか広告に出るとさ、めっちゃさ、なんか面白そうに見えるよね。
プロスピ？プロスピって何？プロスピ？プロスピ？プロ野球スピリッツ？野球？ロイヤルマッチ？ロイヤルマッチ？ロイヤルマッチ？ねえ、ロイヤルマッチパズル系これ。プロスピは一級ゲームだけど課金制は違うすぐ強くなる。みんなゲームに課金してるの？動物タワーバトル乗り越えとかやってました。今やってました。キュンキュンですよね。かわいい。バイオハザードシリーズ、それスマホ？バイオハザード、バイオハザード系さ、めちゃめちゃむずくない？なんかたまにしたくなる、いきなりしたくなる、脱出ゲームとか。スプラ知ってる？スプラトゥーン？ゲームしない人だ。あ、ゲームしない人。ゲームもさ、ちょっと余裕がないとできないよね。でもホラー系とか好きかも。なんか脱出ゲーム系面白いね。脱出ゲームなんかめっちゃシリーズものになってたやつ、めっちゃ面白かったやつ、なんだったっけな。脱出ゲームいいな、したくなってきた。なんか脱出ゲームで誰もさ、なんか人物とかがいなくてさ、すごいなんか寂しい感じの。トマトさん、おはさまありがとうございます。謎解きむずいよね。むずい、わかる。もうむずすぎて、なんかそのずっとヒントとかね見てる。脱出系は脱出ゲーム絶対に押してはいけないボタンっていうやつに一時期めっちゃハマってた。ダメじゃん、ダメじゃん。ホラー系は怖くてやりながら途中で後ろ見ちゃう。後ろ見るな。怖いよ。押したくなるやつ、そう、押したくなるやつ、めっちゃ面白いですよ。ヒューマンフォールフラット、ヒューマンフォール、知らないな。面白そう。でもお金あれじゃん、無料じゃないね、有料だ。面白そう。なんかなんだこれ。あゆみ押すんですよ。さ、あゆみすぐボタンをね押しちゃってね、バーンと爆発してたよく。でもおもろかった。
あゆみハマったらやるんですよ。あゆみハマったら本当にね、もうクワーッといくので楽しいね。できなさすぎてジンマシンやばいね、それは。同じ内容のゲームでもローモバがね始まったら一緒にしよう、楽しみ。ゲーム実況の YouTube とか面白いよね。やったことないゲームでも実況見ちゃう見ちゃう見ちゃう。実況の方がねめちゃめちゃそのうまいよね、ゲームの盛り上げ方が。ゲーマー目指しませんよ。ゲーマー目指しません。なんなん。ああ、ファーストラビット。傷つくことを恐れはしない、何があっても怯えまずに。映画のアバター見に行きたいな。マイマイキャン、マイマイキャン。あみさん今日もかわいい。明けおめです、明けおめです、明けおめです。今年もことよろです、ことよろですね。僕たちは目撃者、決して目を晒しはしない。可愛くてごめん。ああ、可愛くてごめん。ルル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 ル。歌詞わかんないや。ごめんね今来て。全然。ありがとう。無理すな。なんだったっけ、ちょっとね歌詞ね、歌詞わかんないとちょっと。
あれなんて言ってんの、チュンチュン、可愛くてごめん、うん、ドゥルル、ドゥルル、生まれてきちゃってごめんだっけ。ジロさんありがとう、タコちゃん。なんて言ってる？最後ざまあ言ってる？そうなの？トマトさん、星様ありがとうございます。傷つくことがそれはしない、何があっても理由はずに自分の夢を探しに行こう、最初のウサギになろう。ルルルル、誰も赤い血を流して生きてることを実感する、命を無駄にするな。ファーストラビット、傷つくことを恐れはしない、ファーストラビットすごい可愛いよね。夢を探しに行こう。最初のウサギになろう。アイミン、アイミンです。48グループで曲をやるって言わないか、わからないね。モンジャーさんありがとうございます。タコ、ウサミン、たくやさんありがとうございます。最初のウサギになろう。モンガーさんありがとう、ペンライト。
今日はそうだね、10時までかな、10時までします。あとまあ20分ぐらいなんだけど、今日もね結構ゲリラみたいな感じなんですけど、配信ありがとうございます。来てくださって本当に。久しぶりに来れてよかった、嬉しい。そうだね、またやっぱこうショールームできない時期がね来たらね。あー、ななこちゃんありがとう、くまちゃん、くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう、今年もよろしくね。うさ、あ、ななこちゃんの好きなうさうさです。ぴょんぴょん、ありがとう。滑り込みになってた。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。うさちゃんです。わお。おお。もふもふさんありがとう。本当にありがとう、みんなたくさんギフトありがとうございます。本当に幸せ。今日だわ。ななこちゃんうさ耳ねすごい好きだからね。うさぎ年かわいいね、うさぎ年って。逆レア、パンダがおだめた。パンダ来てる。うさぎとか猫とかね、いっぱい動物さん。うさぎ飼ってるよ。え、そうなの、うさぎ飼ってるの。自分は蛇年、かっこいい。動物だと何に似てる？え、何に似てるんだろう。何に似てると思う？逆に動物だったら。うさぎ年だからたくさんうさぎ耳見れて嬉しい。いつでも有給してますが、いつでも有給してますがね、今日はこうやってできて嬉しい。やっぱ手のねこれよりこっちの方がね。カピバラさん、確かにカピバラさん似てるかもしれない。確かにカピバラさん、なんかさ目が離れてるからかな、カピバラさんで、ここがなんかカピバラさんに似てるかもしれない。カピバラさん、ウサギなら今これつけてるからでしょ。頑張ってください、頑張ります。なんか頑張ってって言われてさ、ちょっとさあれだね。ありがとうって感じですよね。ありがとうね。コアラとかなんかさ、何にももしかして似てない。なんかあんまりね、誰に似てるとかもあんま言われたことない。何にも似てないのかもしれない。
天使のカピバラ意味わからんよ。怠け者似てる？キイちゃん似てる。キイちゃんはね全然見る。もっとお目目がねすごい大きい丸くて。いつもに。確かにメメ似てる人見たことないね。あんまりなんか言われない。似てるとかオリジナルフェイス。なんか本当に可愛くないんや。あいみんっていう感じです。あいみんあいみんいい感じですね。ここから語尾をぴょんつけてください。嫌です。嫌です。キーちゃん目ねちょっと赤い綺麗です。チューキチありがとう。嫌な時は嫌とはっきり言いますね。なんだろう、何にも似てない。何にも似てない。あ、トッシーありがとう。モンガーさんありがとうございます。ペンライト取り合いでフラジール。フラジール ぴょんとにゃん、どっちがいい。でもなんかぴょんって言いにくくない。にゃんの方がいいかもしれない。トシタコありがとうございます。タコちゃんありがとう。前 YouTube でニャンニャンしてた。あれはね言わされたみたいな感じだから。10分前ありがとう。じゃあパシャパシャスクショタイムする。20枚以上撮ってる。早いな。やっぱさスクショタイムしないとさちょっと喋ってるなんかこうたまにね事故画みたいなの載せられるから。でスクショタイムしましょう。
なんかポーズはあるかな。ハートとか、ハートとか。まあ、あいみんさんがスクショタイム中ポーズしながら喋るの好き。本当に。めっちゃパシャパシャってしてるよ。ありがとうございます。パシャパシャ。服顔。花丸ください。花丸って。ブーイサイン、ブーイサイン。レッチョイ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 。あ、2023年これってさ、これで合ってる？ちょっと待って、こっちのさ、3がむずい。23歳みたいかな。スイーテストポーズ、スイーテストポーズ、スイーテスト。怒った意味。鼻の音、これはキーちゃんっていうあのインコちゃんが今多分ちょっとなんかこう遊ん何かで遊んでるね。おもちゃで遊んでるかな。キーちゃん元気、キーちゃん、そうキーちゃん多分あゆみの声がするからね。怒らないでしょ、あゆみは怒らないよ、そんなそんな。まあなんか漏れてるやつをツイッターに載せてください。載せる方はお願いします。今度コラボしてるし、キーちゃんでしょ。そうコラボね、いつかしますよ。じゃあキーちゃんだけこうやってたら面白いけどね。キーちゃんルームになっちゃう。キーちゃんだけ配信で出たらキーちゃん可愛い。キーちゃんも素敵な一年にしてね。WW 笑ってるじゃん。キーちゃん
キヨピさんありがとうございます。キーちゃんのもぐもぐタイム。キーちゃんね、なんかね、餌とか食べるときね、すごいね、ぴょん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 、なんかこうポンポンって、なんかこう餌をね飛ばしながら食べるから、あのみんなにねちょっとね見せる、見せられないかもしれない。キーアイミオチです。語呂悪い、キーアイミ。ちょっと無理やり感あるよね。気づいて色にしてよ、お気に入りのリフのまま準備してるのだぴょん。リフ前、あ、じゃあランキング見ます。13位キヨッピさん、パチ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 。12位トマトさん、パチ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 。11位チロさん、パチ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 。10位カミュさん、パチ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 。9位トッシーアットマークエビミンさん、パチ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 。8位ティエムマンさん、パチ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 。7位マキマキさん、パチ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 。6位ナナコちゃん、パチ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 。5位フリューゲルスさん、パチ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 。4位マサチさん、パチ。3位リュウさん、プチ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 。2位オリちゃん、プチ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 。1位はプルルルゆずきちさんです。パチ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 、ありがとうございます。本当にありがとう。今日もみんな来てくれてありがとう。ショールームにパチパチ8888。追加会見楽しみ楽しみ、もうすぐなのでね。お疲れちゃん、お疲れちゃん、ありがとう。本当にみんなね来てくれてありがとう。コメントもたくさん。年明けにすぐやみちゃんの薄耳見えて本当に幸せ。本当に今年もよろしくお願いします。そうだね、2023年もよろしくお願いします。ラブだよ。改めてことよろ、ことよろ、おつあいみんです。今年も大好きだよ。ありがとうね、みんな本当に。またまた。またね、配信明日ももしかしたらできるかもしれない。多分できると思います。まあ、お時間ある方は来てください。本当に今年もね皆さんよろしくお願いします。ギフトもたくさんありがとうございました。ありがとうございます。本当に星もたくさんありがとうございます。最後に、ルームフォローよろしくお願いします。ツイッターもフォローよろしくお願いします。おやすみなさい、おやすみなさい。ではおやすみなさい。あ、そうだね、予約しますね。配信の予約する。うんうん、そう、その予約もねフォローしてたら見れるのでよろしくお願いします。おやすみなさい。Good night.
親ぽみです。親ぽみ、バイバイ、バイバイよ、バイバイよ、ありがとうみんな。